2月7日水曜日朝6時の相場解説になります。この放送は FX オリギャルヒの皆様と速可塾限定動画をご覧の皆様にお届けしております。さあ今回はね、えー、上昇していったトレンドが一気に下落に入ったということで、陰線がここに刻まれております。えー、もちろんね、上の方にぐんぐん行くっていうふうには、まあ、なりにくい価格帯ではあるんですよ、もう介入のことを考えたらね。いやしかしね、唐突にこれ下がりましたよね。これは 変われすぎからの反発なんでしょうか変われすぎってのはこの要線がね、ぐーんと大きいのが出ましたからね。これが変われすぎだったのかなってことなんですけども、そうではありません。ファンダメンタルです。さあ何が起こったんでしょうかそれをまずはお話ししなければなりませんね。メスター総裁なんですよ。これ見てください、この女性。アメリカクリーブランド連邦準備銀行の総裁を務める女性エコノミスト。ねえ。いろんな方がいるもんですね。メスター総裁なんて私初めて知りましたよ。 ここ3年5年っていうか私がトレードを始めて初めて聞く名前ですね。この8年ぐらいで。で、メスター総裁がここニュースが出てますけども、あの、アメリカのね、金利、これを利下げに向かうための施策が今年3回ぐらい連続して行われるんじゃないかなっていうふうなことを予測したってことを喋ったんですよ。それに市場が反応したってことなんですよね。ここにまとめ記事が1時間前のものでも出て、出ておりますね。メスター氏は、利下げを急ぎすぎるとインフレ え、抑制に向けたこれまでの努力が台無しになるとして、十分な倉庫が揃らないうちに判断するのは間違いだと強調したと。引き締め、えー、利下げを急ぎすぎるとね。うん、引き締めすぎで雇用情勢を悪化させてしまうリスクも言及しつつ、えー、今年後半の利上げ開始が妥当だとの見方を示した。これね、発言変わったんですね。あのね、というのがね、利下げを開始することが自分のベーシックシナリオだってこっち書いてますよ。で、 えー、今年3回のリ下げを予想したのがあ、こちらの方に出てます。5時55分ですよね。で、時をおおむね同じくして、こちらの方には、リ下げを急ぎすぎるとインフレ抑制に向けたこれまでの努力が台無しになるとしてね、十分な証拠が揃わないうちに判断するのは間違いだと強調した。どういうことなんだということです。相反することをこれ言ってますよね。まあ、しかし市場はどのように反応したかというと、先ほどのように、メスター総裁が言ったことによって、この陰線ってのが、 できたってことになりますさあでもこの報道を受けてですね今度は憶測記事がこれから出ますんでその憶測記事に反応して聞きかじりのねトレーラーさんがどっちに向かうのかなってことが今日は問われるかなと思いますはい4時間の方を見てみましょう4時間ですとまあ確かにねここのもじゃもじゃ状態を出して陰性には向かったんですけども 一体メスターさん何が言いたかったのっていうことをこれから解釈して、おそらく日本市場でもその反応が始まるんじゃないかなと思います。私が思うに、ほとんど無視されると思うんですけどもね。<laughs> ですので、これまた買いに戻るというふうには思います。これは私の根拠のない感覚値なんで、そう当てにしないでもらいたいと思いますけどもね。あくまでもテクニカルで、えー、ものを考えていきたいと思います。メスターさんの発言の影響は終わったと捉えていいでしょう。 こことここで出たわけですよ。そしてもうすでにメスター氏がね何を言っても上下を繰り返して拮抗するようなことになってきました。ちょうどこことかこことかと符号するんでね。まあここで一定のゾーンが引けるかなと思いますね。こういうふうにね。そっからですよ。おそらく上昇に戻ると思いますので、今度はこちらの3、3つのね、陰線4線に注目して、この間でとりあえずはレンジを組むんじゃないかなと思います。もちろん、 これはね、おそらくですけど、ここを突き抜けて、やすやすとこちらのフェーズに入っていくと思いますけどね。はい、それを確認するために、あと、日本市場があくまでの3時間ほど見ておきましょうということになります。はい、今日は以上ですね。メスター総裁、また会いましょう。